はい、始まりました。現役復帰チャンネルです。今日もゴッサムシティからお送りしております。はい、このチャンネルでは39歳元アメリカンフットボール社会人リーグプレーヤーが家庭と子育てを大切にしながら現役復帰に向けてトレーニングしている様子をアップしております。よく頑張ってるなと思ったらいいねボタンを、まだまだだなと思ったら良くないねボタンをお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、そういうわけで今日は背中と腕のトレーニングでした。はい、で背中に関してはちょっとまた懸垂に戻しました。はい、で1回目の動画ではまだちょっと綺麗に撮れたんですけど、 2回目はもうあの足だけしか映ってないような状況です。はい、懸垂2セットやりました。でこの、ちょっと新しく取り入れたのは今のシーンですね、ネガティブを入れました。これで足を振ってですね、とりあえず上に上げて、そこで、ゆっくり下ろしていくんですね。もう上に自分で上げれることができなくなったら、勢いで無理上げ上げて、そこから、落としていくときに力を使うトレーニング、ネガティブですね。これをちょっと取り入れてみました。ちょっと回数もね、懸垂も伸び悩んでるので、まあ、ちょっとこんなんも入れてみたんですけど、ただちょっとね、1回多く上がるようになるっていうのは結構の成長なんで、このもう一つの今やってるですね、このローイングですね、マシンローイング2セットやりましたけど、ここがねちょっと、いつもやってるウエイトではちょっと物足りなくなりましたんで、やっぱ確実に背中はついてきてるなっていうのは、確認ができました。それが非常に大きい収穫だなというふうに思います。はい、次回はまたちょっと、ダンベルでの背中のトレーニングに戻そうかなと思ってます。はい、それと腕のトレーニングの日でもありましたんで、腕のトレーニング入れました。でまたちょっとしばらく2回ぐらいやってなかった、このスーパーセットのトレーニングですね。これもすみません、足しか映ってないですけども、プルオーバーエクステンションとインクラインベンチでのダンベルカールですね。これを連続でやるスーパーセットですね。これをやりました。はい、これは2回ぐらいやってなかったのでまた戻してやりました。はい、腕の種目はこれと、あと二頭筋と、三頭筋の種目をそれぞれ1個ずつやりました。で、三頭筋に関してはちょっと新しいのを取り入れまして、自重でのディップスですね、これをやりました。まあ、初めてのちょっとこのジムの機械 の感じも初めてだったんで、ちょっとやったんですけど、まあフラフラでしたね。こうやって体幹も定まってないんでゆらゆらでしたし、ちょっと深く下ろせなかったりもしたんで、まあ非常にいい刺激になったかなというふうに思ってます。で、二頭筋のもう一個は、またハンマーカールですね。これを戻してやりました。はい、今日は以上です。